おしゃれをするって意外と大変だよね。重ね着をしたり、アクセサリーつけたり、いろんな着こなしのバランスをとったり、そういうのも楽しいんだけど、もっと気軽におしゃれを楽しみたいんだよな、と思ってる皆さん。こんにちは。スタイリストの小山俊です。今回の動画なんですが、一つのテーマとして、大人の手抜きコーデというところで、皆さんにですね、春におすすめのコーディネートを具体的に3つご紹介していきたいなと思っています。冒頭にもお話した通り、おしゃれってやっぱり手間がかかるんですよね。 まあ特に中級者、上級者のような 凝ったおしゃれになってくると、それなりに頭を使ってコーディネートをしっかりと作り込まなくちゃいけないわけなんですが、まあそれよりももっと手軽にささっと着込んで出かけられるような、そんな着こなしが好きだという方もいらっしゃるかなと思うんですね。何を隠そう僕自身がそういう感覚の人間で、まあおしゃれ上級者みたいな着こなしもやりたいんだけども、それよりは日々忙しいし、子供も二人いて結構バタバタしてるので、ささっと着れて出かけられるような、そんなスタイルが僕にとってはすごく 居心地が良かったりするので今回はそんなズボラな僕自身が普段楽しんでいる手抜きコーデをですね、具体的に3つご紹介したいなと思っています。普段ご紹介しているスタイルというのは結構僕自身のリアルなスタイルというよりは、まあ、ユニクロ GU グローバルワークを使ってなるべく予算を抑えながらの着こなしが多かったりするんですが、まあ、今回のご紹介する3つに関しては僕の私服ですね、そのあたりを大いに使いながらですね、コーディネートをご紹介していきたいなと思ってますので、まあ、僕と同じようにどちらかというとちょっとズボラ で手抜きをしながらおしゃれを楽しみたい方には参考になる内容かなと思うのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、早速ですね、ズボラな僕自身が楽しんでいる春のですね、手抜きコーデ、一つ目から解説をしていきたいなと思っているんですが、まずはですね、主役になるアウターとして、今着ているのはですね、いわゆるこう、シャツジャケットみたいなアイテムですね。僕はこの手のアイテムがすごく好きで、気づけばですね、10着以上所有しているわけなんですが、まあ、このようなものはまさに春に T シャツだとか、シャツの上にさらりと着れば着こなしが完成するので、ズボラな僕にはもう最適なアイテム なんで,すね、で、このようなシャツアウターみたいなものにも厚み、それぞれのアイテムによって変わってくるんですが、僕が今着てるのは、これはですね、今季のものではないと思うんですね。買ったのはまだ最近なんですが、シップスのセール価格になっていた BDU ジャケットなんですけども、これが使い勝手がめちゃくちゃ良かったんですね。まあ、BDU ジャケットというのはミリタリー UN のアイテムなので、少しですね、デザイン的には男臭い感じがあるんですね。まず見ていただくと、胸ポケットが2つついていて、 で、腰にも2つポケットが付いてるので、結構ゴテゴテとしたイメージがあるんですが、そこが魅力の一つではあるんですけども、あえて色をですね、ホワイト系を選ぶことで、そんなにですね、男臭さが前に出すぎないように今回は調節をしてみました。まあ、このようなシャツアウターを1枚着て、内側はですね、T シャツですね。 これはですね、2年ぐらい前に買った H Beauty and u のオリジナルのですね、ベージュ系の T シャツです。まあ、このような色合いのものは結構いろんなお店で売ってるので、まあ、そういったもので代用してもらうといいかなと思うんですが、まあ、上半身は割とですね、明るめのカラーでまとめて、ボトムスは引き締めるというのがよくやるコーディネートなんですが、今回はですね、ブラック系もいいんですが、ホワイトのアウターに対してブラックのボトムスだと結構コントラストが強くなりすぎてしまうので、まあ、あえてですね、暗すぎないようなデニムスラックスのものを合わせてみました。 こちらはですね、自分のところで作っているシャンブレ素材のボトムスになるんですが、これが春夏にはめちゃくちゃ使い勝手が良くて、生地もそんなに厚くないですし、シルエットもですね、ほどよくゆとりがあるので、肌にペタッとつくようなことがないので、結構最近よく履いています。ホワイト系のアウターとインディゴブルーはすごく相性がいいので、このような形で合わせています。腰にも結構ゴムが入っているので、ズボラな自分が履いていて気持ちいいものしか作らないので、こういったものもですね、かなり最近は使っています。 いますで、ボトムスに関しては白系のスニーカーですね。まあ、いろんな白レザースニーカー持ってるんですけども、個人的に一番よく履いているのは、ナイキのブレザーローなんですね。これにもズボラな理由があって、例えばオールスタークップのような綺麗な白レザースニーカーもすごくいいんですけども、相手持って綺麗な状態が美しかったりするものなんですが、このブレザーローというのは、ちょっとこう、レトロな雰囲気というか、ヴィンテージっぽいところが良さでもあるので、綺麗な状態よりは、 ちょっとですね、くたびれてきた方が、かえってこなれて見えるので、僕は、ガンガン使いたいという意味では、ブレイザーローをですね、普段使うことが多いんですね。まあ、ナイキのロゴが入っていて、ややカジュアルなんですが、着崩すという意味では使いやすいので、まあ、今回もブレイザーローを合わせてみました。で、シャツアウターはちょっと適度に腕まくりをしながら、まあ、ラフに着崩してあげたいだとか、あとは小物ですね、メガネをですね、ちょっとカラーレンズ少しだけ薄いものを入れてみたりだとか、あとは時計とバングルでちょっとしたアクセサリー、 を足してあげることでちょっとだけこなれ感を出してあげるところだけ意識すればまあそこそこのスタイルができるかなと思います 結構このようなスタイリングで春楽しむことが多くて、ズボラで手抜きなので、すぐに着こなしは完成するんですが、まあ、そこそこの見栄えにはなるかなと思うので、よかったら皆さんも一つの参考にしていただきたいなと思っています。結構僕は上半身のアイテムが濃いものが多かったりするんですが、ホワイト系のアウターにするだけで結構印象がらいと変わるので、まあ、このような着こなしもぜひ皆さんもですね、レパートリーの一つとして覚えておいていただければなと思っています。 はい、続いて二つ目のズボラな着こなしなんですが、これも普段から僕がよくやるような、そんなコーディネートになってるかなと思います。またしてやですね、シャツアウター的なものが出てきましたね。先ほどはホワイトベースのですね、BDU ジャケットだったんですが、今回も丈の長さはそんなに変わらないようなシャツアウターなんですけども、先ほどの BDU に比べると、ポケット、胸にはないので、割とですね、スッキリとした印象かなと思います。ただ腰にはちょっと大きめのですね、 ポケットががいいいていて色合いが大きく変わります結構曖昧な色味なんですがネイビーとグレーが混ざったようなすごくいい色味ですねもうこれだけでこのアイテムを僕は購入を決めたぐらいですね色合いだとか風合いがすごくいいんですがこれは今季のスティーブ・アランというブランドで僕がですね私物の中では最も買うことが多いようなそんなブランドになっていましてそんなに着飾りすぎないようなリラックス感があるんだけども細かなサイズ感だとか 素材使いいだととか小さなななの集積みたいなところに魅力を感じるブランドなんで、すすすが、まあ、そちらのシャツアウターをですねままずは一番上に着ていますで内側に関しては、ボーダーの T シャツなんですね。まあ、ちょっとだけ覗くような形で、ボタンはですね、第1ボタン、第2ボタンを開けて、真ん中だけですね、閉めて、あとは下も開けるみたいな感じが、僕はボタンの掛け方としては非常に多いんですけども、その内側にはですね、ボーダーの T シャツをですね、覗かせるようにしています。ちょっと開けてみると、 こんな感じですね。これまたアウターと同じスティーブ・アーランで購入したものなんですが、まあ、今季は結構ボーダーの T シャツがですね、いろんなお店で取り扱いがあって、もともとこういったものはベーシックであって定番的なものではあるんですが、ただ数年に一度ぐらいですね、旬なタイミングが回ってくるんですけども、今年はですね、すごく旬なタイミングが巡ってきたのかなと思います。なかなかボーダーの色味も良くて、ホワイトだとかライトグレーなんかを使ったような、ちょっと複雑なボーダーなんです けども着こなしのアクセントとしてですね使うにはちょうどいいんじゃないのかなと思いますこれもですね t シャツの上にさらりと着てるだけなので非常に簡単なんですね 頭を使わずにすぐにコーディネートが完成するというところではぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います相変わらずですね腕はちょっとまくるのが好きなんですねなんでだろうなちょっと気が抜けた感じというかリラックス感を出すには腕まくりするとすごくなんか楽なんですよねなので僕はアウターに関してもシャツに関しても春以降はすぐに腕まくっちゃうっていうところがあるんですが、まあ、これもここまでまくっちゃうとちょっとなんか気合入りすぎてる感じというかなんかちょっと雰囲気が良くないので で、ちょろっとぐらいですね。腕の関節とちょうど手の中間ぐらいの感じですかね。それぐらいに竹が来るような感じで腕まくりをするとちょうど時計とバングルが見えるのでバランスがいいかなと思います。 で、今回は先ほどちょっと逆の色合いですね。先ほどは上半身が明るめでボトムスが暗め。今回は上半身がアウター暗めなので、ボトムスはホワイトで明るめにしてみました。もちろんこれに対してブラックのパンツとかも合うんですが、ちょっと今季の雰囲気だとか、春夏っぽさを出すには白系のパンツが一本あるとすごく便利なんですね。今僕が履いてるのは、去年の秋冬にビューティーユースで購入した、ちょっとこうバルーンシルエットのですね、白パンなんですが、これめちゃく 着気に入っていてあの仕事でよく開いています実際に僕はプライベートで履いているものはグリーンレーベルのちょっと緩めのホワイトデニムなんですけども結構白パンの中でも僕はデニム素材の方が気軽に取り扱いやすいなぁというのがあって休日に白パンで過ごすとやっぱり子供と遊んだやつのでそれなりに汚くなるんですがホワイトデニムだったら色落ちとかあんま関係なくてガンガンに洗うことができるのでかえってブルーデニムのような洗うことで色落ちの雰囲気が変わる あるものよりも気軽に履きやすいのがホワイト系のデニムかなと思いますですのでコットン系のですね綺麗めなパンツもいいんですが個人的には白デニムの方がですねガンガン洗うには使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますまあ、いずれにしてもシルエットは少しゆったりめの方が今の雰囲気に合っていて膝っぽく見えないのでバランスはいいんじゃないのかなと思いますで足元はですねニューバランスのスニーカーですねこれまた歩きやすいしもう楽なんですよねなのでこういったものを履いてもらうとやっぱり 素質のリラックス感も出るし。 手抜きにですね、着替えても、それなりにトレンド感も出すことができるので、いいんじゃないのかなと思います。まあ、今回はですね、今一番気に入っている 990V6 というモデルをですね、履いてるんですが、これは基本的に仕事履きなので、普段は履きません。ちょっと自宅に置き忘れてしまったんですが、僕が履いてるのは 2002R ですね、そのあたりだとか、1500だとか、そのあたりのモデルを履いています。いずれにしてもスニーカーはグレー系でまとめて、ホワイトのパンツとグレーの靴というところで、 ままとととめててあげるとバランスがいいいいんじゃななのかなと思っていますこのスタイリングもですね、結構簡単にすぐに実現できます。ユニクロで白系のパンツを揃えてもいいし、シャツアーターはグリーンレーベルだとかいろんなところでですね、もうちょっと手軽な価格帯で売っています。ボーダーの T シャツも本当にユニクロからグローバルワークなんかでも売ってますので、まあ、そういったもので対応してあげると同じようなスタイリングが組めるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。 はい。ついてラスト3点目のズボラコーデなんですが、これまたよくやるなというコーディネートなんですけども、先ほどまではシャツアウターをメインとした着こなしなんですが、まあ、もうちょっと季節が進んだら、シャツアウターではなくてシャツですね。このあたりをアウター的にさらりと羽織るのがすごく好きなんですけども、今回はシャツが大好きな僕の中でも一番好きな柄であるストライプですね。こちらのシャツを持ってきていました。最近購入したものなんですが、エディフィスのですね、 トーマス・メイソンの生地を使ったレギュラーカラーのシャツなんですが、これがですね、もう名作だと思ってるんですね。エディフィスのこのシリーズのシャツは僕は過去ですね、3枚ほど購入したんですが、ストライプ柄は初めてなんですね。もともとトーマス・メイソンって僕はですね、スーツだとかシャツをオーダーしてた時によく見かけたブランドだったんですね。ビジネスシャツの中でもちょっと素材的に良いものを取り扱ってるのがトーマス・メイソンというブランドで、本来はスーツに合うようなシャツの生地をですね、取り扱っ ブランドだったんですが、まあ、そのようなものをカジュアル使いするというのが、まあ、最近いろんなセレクトショップでやってるかなと思うんですが、エディフィスでもやっていて、まあ、特にこちらのモデルはサイズ感も結構ゆったりめに仕上がっていて、今っぽい雰囲気が出しやすいので、個人的にも気に入っています。まあ、サイズがですね、今回 M サイズを購入したんですが、想像以上にちょっとでかかったんですね。これだったら S でも良かったかなと思うんですが、まあ見慣れてきたらこれぐらいの感じもリラックス感があって嫌いじゃないなという形で、最近よく来ています。 まあこのシャツをメインとしながら、下には T シャツを着てます。白 T ですね。で、第1ボタン、第2ボタンまで開けて白 T を覗かせるみたいなスタイルが、まあ、最近ちょっとしたトレンドになっていまして、結構セレクトショップの店員さんとかもよくやってるようなスタイルかなと思います。まあ、それに対して腕もちょっとまくりながらリラックス感出す。このあたりは、今回ご紹介した3つのスタイル共通してるんですが、まあ、このあたりのこう気が抜けた感じというか、あんまりこう着飾りすぎないような感じが個人的には好きなので、また腕前 クししてみましたで、ボトムスに関してはもう僕の中では大定番ですね。動画の中でも散々お伝えしてきてますし、僕のリアルなスタイルでももう散々使っているブラック系のパンツですね。僕がですね、なんだかんだで一番よく使っているのは、これはですね、今では手に入れることができないんですが、過去のユニクロ U のですね、レギュラーフィットテーパードというモデルだったと思いますね。適度に桃周りにはゆとりがありながらも少しテーパードが入っていて、ユニクロの現行の このタックワイドパンツ、タックテーパードパンツと比べてもややもも周りは太いかな。でも少しだけテーパードが効いてるので、やぼったく見えないという、このシルエットが僕の中では一番好きなんですね。なので、未だにこれを履いているんですが、まあ、こちらにストライプのシャツを合わせながらというスタイリングを組んでいます。で、足元はですね、なんだかんだで一番最初にご紹介したブレイザーローですね。 これがですね、シャツのスタイルとも相性がいいので、使うことが多いんですね。まあズボラの僕としては、結構靴の量もですね、たくさん持ってるんだけども、普段使いでよく持ちるのは、今僕空いているブレイザーローとニューバランスですね、この2パターンに加えて、あとはですね、 ブラック系のサロモンのスニーカー。このあたりさえあれば結構回ってしまうのかなと思うんですね。で、ボトムスに関しても黒と白があって、で、その中間的なインディゴブルーのですね、デニムスラックス風のパンツ。これがあればもう十分かなというぐらいで、プライベートは合わせています。まあ今はですね、ボタンは中途半端にかけている状態なんですが、前開けてあげてもバランスがいいんですね。その場合は T シャツはちょっとタックインしながらみたいなスタイルが僕はいいんじゃないのかなと思っていまして、内側に着ている T シャツなんですが、結構 僕はプリント T シャツが大好きで、なんだかんだでコレクションしてるわけじゃないんですけど、かなりの枚数を持ってるんですね。しかも、ほとんど共通してるのは、白無地に対してプリントがあるようなもの。これが好きなんですね。単体で着ても地味になりすぎないし、重ね着のベースとしても使いやすいので、このような白ベースのプリント T シャツを買い集めているんですが、今着てるのはですね、 タンタンという T シャツの専門ブランドのもので、ここがすごく良くて、ちょっとレトロでクラシカルな感じのですね、プリントの T シャツが非常に良くて、 ここも白ベースのものが圧倒的に多いんですね。まあ、このようなプリントだったり、あとは文字がプリントしてあったりだとか、まあ、そのようなベースのものが多いんですが、まあ、今回はこちらのタンタの T シャツをタックインして、そしてその上にシャツを合わせるみたいな、そんなスタイリングを組んでいます。前開けるか閉めるかで全然これまた印象変わるので、まあ、ズボラな僕としてもコーディネートが一つ増えた感じがするので、なかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思います。あと、この着こなしを横にずらすっていう意味では、このシャツをカーディガンにか あるだけでもまた違ったスタイルになるのでちょっと簡単に着替えてみたいと思いますはいということでシャツをですねカーディガンに変えてみました これまたですね、ズボラコーデの中ですごくよく使うものなんですけども、T シャツの上にカーディガンというスタイルはすごく使い勝手がいいんですね。先ほどのようにシャツで合わせるのもいいんですが、このようなカーディガンスタイルもすごくよくて、今ですね、着てるのは今期のグリーンレベルのものなんですが、少しですね、透け感があって、風の通りがいいんですね。僕はこういったカーディガンはすごく好きで、いろんなものを買ってきましたが、最近はダークグレー系のものが好きで、先日もエディフィスのオリジナルのものをご紹介しました。 しましたが あれがですね、結構早い段階で在庫なくなってしまって、かなり人気だったんですが、まあそれよりもですね、もうちょっと生地に透け感があったりだとか、風の通りがいいようなカーディガンですね。この前のエディビィスのよりも少しだけですね、グレーの明るさが出るような、こんなカーディガンも買ってみましたが、いかがでしょうか。シャツをカーディガンに変えるだけでもだいぶ印象が変わりますし、少しゆったりめのカーディガンっていうのも、休日のリラックス感も出せるし、かといってニットなので、そこそこ綺麗めにも見えるというところでは使い勝手がいいので、 このようなスタイルもですね、ぜひ皆さんお試しいただければなと思っています。 いやあ、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、ズボラな僕がですね、普段楽しんでるような手抜きコーデですね、3つご紹介させていただきました。ちょっといつもの着こなしとは方向性が違かったかなと思うんですが、まあ、ぜひ皆さんもですね、今回のね着こなしだったら、割とアイテムを集めてしまえば、あとはサクッと着るだけで完成してしまうので、一つの参考にしていただきたいなというふうに思っています。まあ、おしゃれにもいろんな価値観だとか方向性がある中で、まあ、なるべく手間をかけずにサクッと 着るというのもこれまたですね現代のライフスタイルには合ったような一つの方向性だと思っています。まあ、定期的にですね僕が楽しんでるようなズボラコーデをですねこれからもご紹介していきたいなと思ってますのでまあ今回の内容が楽しんでいただけた方はですねよかったらコメントしていただいたいですとかグッドボタンを押していただけたら嬉しいです。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってんですがまあ、今回のような僕のですね普段やっているコーディネートの解説ですとかあとは普段の 動画ではは取り扱わななないいようなセレククトショッップののオリジナルからドドドメスティブブランド丸々専門ブランン専門みたいなものに関しましまては僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構詳しめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本のですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えするような形で展開をしています。こちら気になる方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。 また、なかなかですね、普段ゆっくり動画を見ることができない方のために、オンラインサロンっていうものもやっています。そちらの方では、文章と写真ベースで、だいたい一記事、1分前後で読めるような内容のですね、記事を、僕も毎日更新をしていますし、僕以外のスタイリストだとか、専門家の方も記事を書いてくださっています。また、参加者の皆さんも気軽に質問をしてみたいだとか、自分自身の買ったものを紹介することができたりするので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになってます。 ぜひ気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに